レーベンブロイはドイツのミュンヘンにあるレーベンブロイ社で生産しているビールの銘柄の一つである。レーベンブロイはドイツ語で獅子のビールを意味する。過去にはレーベンブロイの名称でビールを販売していたメーカーはレーベンブロイマイエンをはじめとして多数あり、レーベンブロイは一般名詞的に使われていたが、その後レーベンブロイ社以外のメーカーは独自の名称に変更するか、あるいは倒産した。 ビール純水令に基づき原料は、麦芽とホップと水のみで、副原料を使用しない伝統的、ミュンヘン式ビールである。発酵には、仮面発酵が起こるタイプの仮面発酵工房を使用する。約5%のエタノールを含有する。日本では、1983年から、アサヒビールがライセンス生産していたが、2018年末に販売を終了した。 日本国内では、ライセンス生産による生ビールは、レーベンブロイが初で、発売当初は定寛し、デアをつけた、デアレーベンブロイの名称であった。当初は、ドイツ国内向けに近い、濃い水色地のラベルデザインを採用していたが、1990年代より、アイボーリーチのラベルデザインとなり、瓶製品は、ドイツ国内向けに近い形状の専用瓶から、 アサヒビール各種と同様の共通個瓶に変更された。アサヒによるライセンス生産終了後は、日本市場では一時姿を消していたが、2019年10月15日より、大韓民国の OB ビールで製造された 330ml 缶が、アンハイザー、ブッシュインウェブジャパンから発売されている。ミュンヘンにあるレーベンブロイの醸造所レーベンブロイは1383年に、 ズンローエンの主人により初めて作られて以降の長い歴史がある。1810年以降はミュンヘーンで行われるオクトーバーフェストで出すことを許されている6つの醸造所の一つともなっている。祭りの期間中、レーベンブロイは草原のビールを意味するビーゼンビアと呼ばれるアルコール度数の低い琥珀色のビールを醸造する。レーベンブロイの醸造所は1945年の 空襲で破壊されたが、戦後再建された。2002年まで販売されていたレーベンブロイは、ミラー社がライセンス生産を行っていたものだったが、レーベンブロイ社のものとは異なり、原料にトウモロコシが含まれていたので、爆画感がオリジナル、あるいはドイツ産のビールと比較して少なかった。そのため、かつては、米国内における海外ブランドのビールの中で、ハイネケンと並んで、 トップを争う人気であったのが、売り上げが激減する。しかし、ドイツ内では、ミュンヘンのトップクラスの醸造所であった。その後、アメリカのビール愛好家の要望に応える形で2002年、以降レーベンブロイ社は、アメリカ向けに、同社のビールを、レーベンブロイオリジナルの名称で輸出している。レーベンブロイは前述の通り、アメリカでは、ローアンブラウと呼ばれていたため、 レェンブロイ社のものを、レェンブロイ、ミラー社のものを従来通り、ローワンブラウとそれぞれ呼び分けられることもあれば、共にローワンブラウと呼ばれることもある。ありがとうございます。